何時に閉まるって書いてねえんだ。それとも閉まんないのか。そんなことはねえよ。それはないと思うよ。八六軍団だ。オーバー。オーバー。本当にオーバーだと。なんかちょうだい。うん、吸ってんね。待てね。待てね。デブー。なんか山の方向かってったけど、どうしたんだ、どうしたんだと。なんかみんなさ、山の中でさ、やったら入ってたりしたら心配になるよ。足滑らせて落ちんなよって言いたい。とりあえずこれもう多分エンプティーマークついちゃうから、3000分入れちゃうか。2000分じゃちょっと怪しいよ。3000分入れたら明日から買い入れるんだったら、あそこで入れよう。御殿場で、86数だと見えないんだけど。はい、はい、オーバー。あ、いたいた、いたけどもう見えねえ。煽られそうでやる。
顔の生まれつきで笑ってるように見えるとか、うん、そういうのでは絶対ないなと思った、うん、生まれつきで笑ってるように見えるんだったら、なんだっけ、どっか舞台出る時のなんか写真とかさ、あ、もう嫌だったのかな。ちょっと待って、なんかわかんない、それなんだよ、顔とか。ちょっと考えてほしい、抜かす場所って。そう、だから偉人も感じられなかった。もう真摯に反省しておりますね、まあ、反省をしておりますじゃなくて、もうお前その道諦めろやって言いたくなるけどね。だって亡くなってんだもん、ちょっと悪いけど、それは多分相当難しいと思うよ。今も音声残ってたよね。俺音声聞いてないけどね。あ、音声、これ音声聞いてないよ俺。どうやって残ってたんでしょうね、何の音声だったんでしょうね。私も詳しく分かってないんだけど、あの会話文は見た、そのちゃんとした感想っていうか、あれ音声から撮ったんじゃないんだ。知らない。あ、違うの、私が勘違いしたんだけど、違う。ただ、なんだろうな、あれはもう本当に満場一致だと思うよ。あいつはもうダメだよって思う。言葉の DV 食らってメンタルやられてたんだね、間違いなく。うん、いきなりでもその話題がポッと出てきたから、何なんだと思っちゃってきた。初めは正直そんなん一回も聞いたことないんですけど、ただもう本人が謝罪してる時点でも8割9割は本当なんだなって感じがするけど。そうだね、うん、まあ本人は認めてなかったとしても、もうこういう風に世間が言ってっから、お前謝っとけってマネージャーが何か言われたんじゃない。で、舞台はまあ見てれて、まあ見に行かないっていう選択肢を取った方がいいんだろうね。なんだか映ったもんだった。いや逆にね、なんか怖いもの見たさで見たくなるみたいな心理で言っちゃう人いるんだよ、バズれるから。それで言ったらあいつの方ツボだよって思うんだけど。でもな、共演女優の人たちとかもさ、キャンセルしてるじゃん。全員やめちゃったもん。すげえなと思った。いや、やりたくねえよ、だってその爆弾で。いや、だからそういうことされて、ようやくとりあえず謝っとけみたいな流れだよなと思って。だから何一つ本当に反省してないんだよ。いや、だって桃鉄で言うとキングボンビーなすりつけられるようなやつにやってる。キングボンビードだよ、絶対嫌でしょ。絶対嫌だ。だって普通にやったらねえ、いや、あなたもなんでその人とやるんですかって言われるに決まってんじゃん。どういう神経してるんですかって言われるに決まってんじゃん。そんなんやりたくないでしょ。どっちの顔にも見て、本当に歌がすげえ綺麗だったよ、最後の。本当に、うん、超綺麗だった。あの子の歌声が良かったから、透き通ってな。私アナ雪の DVD 買っちゃったんだ、聴きたくて家で。声は本当に綺麗だった。あと松たか子の歌もよかった。で、あの方が生きてたら舞台のあれもやる予定だったんでしょ、あの銀河鉄道39のメーテリア。あ、そうなんだ。そうそう、いい。でも直前、生前のね、本当に亡くなるちょっと2ヶ月か3ヶ月前かな、でオープニングみたいな感じで やらせていただくことになりました。うわ、めっちゃ綺麗と思って、超楽しみと思って。まあ今の大学の方も綺麗なんだけど、もちろん。ああ、亡くなっちゃったんだ、えっと思ったもん、マジで。初め聞いた時、飛び降り自殺しました。隙間10センチかしかないとこでっていうのが未だに謎だけど。いや、そうは言っても、そのなんつうの、頭通れば降りる、落ちるかっていうか、あるやん、なんかたわむみたいな、そういうのって。だから一概に絶対落ちないってことはないと思う。まあね、うん、絶対はないからね、安全面に考慮した作りだってね。たわみってあるから、金属とか。そうは言ってもガラスでも確かたわむんだよ。想定外のことをされたらそれに対応してるわけじゃないからね。そう、だからいくら10センチしか開かないって言っても、よくあるじゃん、なんかドアとかでもさ、ふんってなんかふにゃってなるじゃん。そういう多分現象が来たんだと思うよ。だって落下しないような
幅にしてるとは言ってもさ、うん、実際はゾウ腹隙間から通ろうとしてるやつがいい